ポール・ドラ・ローシュ、ウィンチェスター・スー・キ教の尋問を受ける独房のジャンヌ・ダルク・ジャンヌ・ダルク処刑裁判とは、ジャンヌ・ダルクが異端尋問で有罪判決を受け、1431年5月30日にフランス・ルーアンのビュー・マルシェ広場で家計に処された裁判のことである。1431年の前半のノルマンディのルーアンにあるイングランド支持によるジャンヌ・ダルクの異端尋問は、 歴史の中で最も有名な裁判の一つであり、多くの本や映画の対象となっている。この裁判は、事件の被告であった、若いフランスの農民の少女、ジャン・ル・ダルクとして、歴史的に知られている人物の処刑に至った。その後、審問官、ジャンブレアル異端検察総監の上訴で全判決が再審理となり、1456年、法廷は、 ジャンヌの有罪判決を無効とし、復権が宣言された。1920年には、カトリック教会によって劣勢された。ジャンヌは、フランス国民のヒロインと考えられている。1429年の春、ジャンヌ・ダルクは、刑事を受け、フランスのシャルル王大使の軍隊に一元の素晴らしい、軍事的勝利をもたらし、イングランドに、包囲されていたオルレアンを5月に解放し、 残りのイングランド軍の大部分を6月のパティの戦いで破壊し、100年戦争の過程を逆転させる。7月17日、王大使であるシャルル7世は、ランスで退官した。だが、9月のパリ包囲戦ではシャルル7世の命令によって、フランス軍が撤退。11月のラシャリテ・シュール・ロワール包囲戦では、ジャンヌは軍事的失敗をした。 翌1430年3月、ブルゴーニュ派とのコンピエーニ包囲戦で、フランス軍の撤退時に最高尾にいたジャンヌは、コンピエーニュの門の前で捕獲され、捕虜となる。ブルゴーニュ派は、ブルゴーニュ公フィリップ三世が率いる派閥で、イングランドと同盟していた。ブルゴーニュ派はジャンヌを、トゥールか1万リーブルで、イングランドに引き渡した。12月、ジャンヌは、 イングランドをヘンリー6世のフランスの軍事本部と行政首都であるルーアンに移され、教会裁判で決められた時よりも早く、イングランド詩人のフランス人死去ピエール・コーションが、率いる異端審問にかけられた。ジャンヌ・ダルクの生涯は、ジャンヌの時代の最高の記録の一つである。これは、ジャンヌが貴族ではなく農民の少女であると考える、時に、特に顕著である。 この事実は部分的に裁判記録に起因するものであり、部分的には裁判が調査され、その判決が覆された戦後の後の控訴の記録にも起因する。1431年の裁判では、初期を務めた交渉人、ギオーム・マンションが率いる交渉人の3人がフランス語でノートを取り、裁判後に毎日照合した。約4年後、これらの記録は、 マンションとパリ大学の博士、トマド・クールセルによって、ラテン語に翻訳され、正式な記録とされた。5つのコピーが作成され、そのうち3つは、現在も存在している。1450年代に行われた長年にわたる、調査と上訴審では、訴訟手続き中の詳細や、舞台裏での活動についての追加情報が得られた。これらの調査中に質問された115人の、 証人には1431年に審理に出席していた聖職者の多くが含まれていた。彼らは裁判記録に記録されていない多くの出来事の鮮明な記憶を与え、そしてイングランド政府が事件をどのように操ったかを説明している。歴史家ジュール・キシュラーは1840年代にジャンヌの処刑裁判と復権裁判のラテン語による語感のシリーズ ジャンヌ・ダルク処刑裁判と復権裁判の第一巻の中で未公開の裁判記録を載せた。1868年にオレイによってフランス語に翻訳され、1932年に W.P. バレットによって英語に翻訳され、出版された。ブーブル友情の等、ジャンヌの異端裁判は、最初に調査や尋問を中心とする予備審理と普通審理が、そしてその後に、 異端裁判の審理が行われた。コーションは、ルーアンで行われる、裁判の判事資格がなかったが、教区の臨時の責任者に任命されることで、自分の立場を正当化した。異端審問の売席者には、大学関係者、高位聖職者、教会参事会員、宗教裁判所の弁護士など、約130人が招集された。後に、ニコラ・ドービルは、 裁判の出席者の大半は自分の意思で出席していたが、その他の者の,の多くは出席を強要されていたと思うと語った。この裁判には戦後の控訴裁判所が教会の規則違反と宣言した複数の問題が存在していた。法廷及び路内における尋問が記録されている。1月13日より以前にヘンリー6世のおじかつご国教だったベッドフォード工場費。 アンヌの監視下で、処女検査が行われ、ジャンルが処女であることが証明されている。だが、その事実は裁判記録には記されなかった。予備審理は1月9日に開始され、ジャンルの性格や習慣に関する予備的な調査。同時に、裁判官の代理人が、ジャンルの人生、習慣、美徳について調査するために、ジャンルの故郷のドンレミとその周辺に派遣され、 幾人かの証人と面談した。その調査で収集した証人の証言はすべてジャンヌに有利な内容であったため、コーションは記録に残さなかった。審理は3月25日に終了した。枝の手術の翌日3月26日に開始された。70カ条の検事論告。12カ条の告発文に対する教会の判断。そして、 5月24日のジャンヌの会春で永久入路への減刑を申し渡した第一回判決等が記録されている。ジャンヌは審理の中で朗読された70箇条の告発文の各条について既に承認した点を除いて否認をしている。後に12箇条に要約されたがジャンヌには読み聞かされていなかった。賠席者の尋問に対してのジャンヌの返答は適切で、 神の恩寵を受けていたかという仕掛けられた尋問への返答は特に有名なものである。ジャンヌは尋問に臨機応変に対応していた。そのため裁判が進むにつれて異端の根拠としてジャンヌの兵士の服装までが問題となっていった。後に幾人かの目撃者はジャンヌがチュニック、宝禅、ロングブーツが腰の周りに紐で結ばれていた兵士の服を着ていたと語った。 5月24日、ジャンヌが、改春誓約書への署名に同意し、審理は終了した。異端再判の審理は、牢内で5月28日に行われた。29日の最後の審議の際、3人を除く、売席者たちが、もう一度誓約書をジャンヌに読み聞かせ本人に、確認するべきだと述べたが、売席者たちには議決権がなかったために、コーションは彼らの意見を無視した。 5月30日、入浪中のジャンヌが、誓約書の誓いを破ったとして、波紋を宣告され処刑に至った経緯が記録されている。ジャンヌは、5月24日にサントアン、大衆動員の墓地に設置された園内に連れて行かれ、法廷が開かれた。宗教裁判では、通常、被告が教皇に助けを求めた時点で審理は中断される。だが、 ジャンルの強行に助けを求める発言は無視され、改春と男性の服装をやめることに同意する。誓約書に署名しない限り、直ちに家計に処すと告げられた。即時執行に直面したジャンルは、病気による気力の衰えもあり、誓約書に署名することに同意した。正式な裁判記録に収められている、改春誓約書は、ジャンマッシューが読み聞かせたものとは別のものであることが、判明している。 ジャンヌは兵士の服を着用していた。服にはチュニック、宝禅、腰まで伸ばしたロングブーツが腰の周りに紐で結ばれていた。審理に参加した聖職者は後に、牢にいる数ヶ月の間、牢板の暴行から身を守るために男性の服装をし、この衣服を固く結びつけていたままにしていたと語った。聖約書に署名後、ジャンヌは今までと同じ牢に戻され、 二日後には身を守るために、再び男性の服を着用したため、5月28日に異端裁判の審理が行われた。後に、法廷の初期間の一人のギオムマンションは、ジャンヌは老板からの何らかの暴力行為を恐れていたので、男性の服を身につけていなければならないと訴えていた。ジャンヌは法廷関係者に対して、 前述の老番の一人が暴行しようとしていたことを何度か訴えていたと語った。この裁判記録では、この問題に関する多くの情報は省略されているが、ジャンヌが何も悪いことをしていないと抗議した引用を含んでいる。5月28日、ジャンヌは誓約書の誓いを破り、男性の服を再び着用したことで、異端を再犯したとして非難された。後に、 出身交渉人は、ジャンヌは自分の身を守るために男性の服を再び着用したと答え、法廷関係者に何度も苦情を申し立てていたと語った。ジャンヌは男性の服を再び着用した理由について、男性たちといる以上、女性の服よりも男性の服を着用する方が適切であると思ったため、ミサに参加し生態を配慮でき、 鉄の鎖が解かれることを約束してもらっていたが、その約束が果たされなかったためである。そして、教会内の牢に入れ、そして牢番も女性になるのならば、喜んで教会の望む通りのことを、女性の服を、再び着用する準備ができていると返答した。あとに、裁判の執行官であるジャンマッシューは、ジャンルから聞いた話として、ジャンルが起少しなければならなかったため、 起きるので鎖を解いてくださいとイングランド人の老番に頼んだとき、イングランド人の一人がジャンルが着用していた女性の服を剥ぎ取り、袋から男性の服を取り出し、起きろと言ってジャンルにその服を投げつけた。そして、袋の中に女性の服を入れた。結局、イングランド人はジャンルが男性の服を着用すること以外は選択肢を 与えなかったと語った。そして、ジャンヌは与えられた男性の服を身にまとい、あなたは男性の服の着用が私に禁じられているのを知っている。私はこの服を着ませんと言ったが、それでも彼らはジャンヌに他の服を与えることはなかったので、正午まで彼らと議論を続けた。そして最後には、ローを出る必要性に迫られたため男性の服を着用しなければならなかった。 ジャンヌが戻った後も、彼らは、ジャンヌの訴えや要請にもかかわらず、他の服を与えることはなかったと語った。ジャンヌは、異端再犯者すなわち異端を悔い改めた後に、再び異端の罪に陥ったものをと宣告され、裁判所がジャンヌに処刑を申し渡す正当な理由となった。1431年5月30日、コーションは最終宣告をし、 ジャンルはその後の世俗での裁判にかけられることなく、ルーアンのビューマルシェ広場で家計に処された。ありがとうございます。